一人上がそうも大して抱くにならなくなってたなる日着信がいけん名前はあなた反応に困った。いやなんか久しぶりに声でも聞こうと思ってあんなことがあった許されたとわかった。僕らは他人みたい。ごめんもいいよも言わない。でも君から報道言った。初めての夜もこの道を二人手をつないで歩いたっけ。えらく目を出た人肌が恋しがっただけだった。君は君なりに本気で僕は僕なりに本気でいたんだね。気まずい思いも大して楽にならくなってたその時瞳があった少し怖かった僕は困った。いやなんか初めましての時みたいだと思っていろんなことがあったまた一つだと分かった。Come